平野翔がサマーソニックで熱狂のステージを披露。しかし、あまりの暑さに発熱、SNS では心配の声が相次ぐ。きっと、多くのファンと同じように、彼の熱演と、それに伴う過酷な状況に心がざわめいたのではないでしょうか。炎天下のステージに立つ平野翔の姿は、まさに対応そのもの。圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了し、ステージを熱気に包む一方で、 その裏には想像を絶する努力と過酷な状況との戦いがあったことを多くのファンは知るよしもありません。数々のインスタグラム投稿から垣間見えるのは平野翔の並みならぬ熱意とそれを支えるファンの愛情。彼の熱演に酔いしれ彼の体調を案じるそんな複雑な感情が渦巻いています。今回はそんな平野翔のサマーソニックでの熱演とその舞台裏に隠された真実を 彼の SNS 投稿やファンたちの声を紐解きながら、深く掘り下げていきます。灼熱の太陽が照りつける中、平野翔はサマーソニックのステージに立ち、全力で歌い踊った。その熱意は、ただ単に観客を楽しませるためだけではなかった。彼の背後には、何かもっと大きな目的が隠されているように感じられた。彼のパフォーマンスは、まさに命を懸けた挑戦のようだった。その日、 彼は一切の妥協を許さなかった。汗が滝のように流れ、肌が焼けるほどの暑さにもかかわらず、彼は一歩も引かず、歌い続けた。観客もまた、その情熱に引き込まれ、ステージと一体となっていた。まるで彼のエネルギーが全員に伝染し、全体が一つの巨大な生命体となったかのようだった。しかし、その代償は高かった。彼の体は限界を迎え、 パフォーマンス後には発熱し、疲労で倒れ込むことになった。SNS 上では、彼への称賛とともに、彼の体調を心配する声が溢れた。あの熱気の中で、よく頑張ったね、翔くん、どうか休んでね、といったメッセージが数多く投稿された。彼のファンだけでなく、初めて彼のパフォーマンスを目にした人々も、その圧倒的なエネルギーと献身に感銘を受けていた。ここで一つの疑問が浮かび上がる。 なぜ、平野翔はこれほどまでに自分を追い込んだのか。この問いに対する答えは、彼の中にある強い使命感にあるのかもしれない。彼は常に、自分のパフォーマンスが誰かの心に残り、人生を変える一瞬となることを望んでいるように見える。そのためには、どんな困難も乗り越える覚悟ができているのだろう。サマーソニックのステージは、彼にとって一つの挑戦だった。観客の期待に応えるだけでなく、 自分自身の限界に挑み、さらにその先を目指す。その姿勢こそが、彼を特別な存在にしている。そして、その姿に共感し、感動する人々が増えていく。彼のファンはもちろん、初めて彼を知った人々も、彼の姿に心を打たれたのだ。その日のパフォーマンスを振り返ってみると、彼がステージで見せたのは、単なるエンターテインメントではなく、一種の生き方そのものだった。 彼の体は熱に耐えきれず、クールダウンシートを貼り付けなければならないほどだったが、それでも彼は最後まで笑顔を絶やさなかった。その笑顔には、すべてを捧げた充実感と、観客への感謝の気持ちが込められていた。実際に、彼のパフォーマンスを見た人々の声を聞くと、その感動がどれほど深かったかがわかる。ある観客は、翔くん、こんなに頑張ってくれて本当にありがとう。 あなたのおかげで最高の夏になったと語り、別の観客は、翔くんの笑顔を見て、私も元気をもらったと話していた。彼のエネルギーは、まるで太陽のように、周囲の人々を照らし、力を与えていたのだ。しかし、ここで考えなければならないのは、彼自身の健康だ。ファンの期待に応えるために、自分を追い込みすぎることはないだろうか。 彼のパフォーマンスが多くの人々に希望と勇気を与える一方で、その代償として彼自身の健康が犠牲になっているとしたら、それは果たして正しいことなのか。彼のファンたちは、彼の健康を心から気遣い、無理をしないでほしいと願っている。この点について、我々は一つの提案を考えるべきかもしれない。パフォーマーとしての平野賞を応援することはもちろん大切だが、それと同時に、彼の健康を守るために、 ファンやスタッフができることは何かを考えることも重要だ。例えば、パフォーマンス前後のケアを充実させることや、適度な休息を取るよう促すことが考えられる。彼自身も、時には自分の体をいたわることが必要だと理解してほしい。また、彼のパフォーマンスに対する評価は、単にその場の感動だけでなく、彼の持続可能なキャリアを考慮に入れて行われるべきだ。長い目で見れば、 一時的な熱狂よりも彼が健康であり続けることがより多くの人々に感動を与え続けることにつながるだろう。彼のファンも彼のことを本当に大切に思っているからこそそうした視点を持つことが求められる。平野翔はこれからも多くのステージに立ち多くの人々に感動を与えるだろう。そのためにも彼の健康が何よりも大切だということを彼自身もファンも。 そしてて関係者全員が忘れてはならならい彼が全力でパフォーマンスを続けるためには、周囲のサポートが不可欠である。サマーソニックでの出来事は、彼のキャリアにおいて重要な1ページとなるだろう。彼の献身と情熱は、多くの人々の心に刻まれた。しかし、それと同時に、彼自身の健康を守ることの重要性も改めて認識されるべきである。 彼がこれからも最高のパフォーマンスを続けられるよう、我々は何をすべきか、考える時が来ているのではないだろうか。サマーソニックのステージに立つ平野翔の姿は、まさに圧巻でした。彼の力強い歌声とキレのあるダンスは、観客を瞬く間に魅了し、会場全体を熱狂の渦に巻き込みました。SNS には、彼の熱演を目の当たりにしたファンたちの興奮と感動の声が溢れていました。 翔くんのステージ、本当に最高だった。あの歌声とダンスに鳥肌が立った。暑さも忘れて、最後まで見入ってしまった。翔くんの笑顔が本当に眩しかった。あんなに暑い中、あんなにパワフルに歌って踊ってくれて、本当に感動した。ファンたちは、平野翔のパフォーマンスに心を奪われ、その熱気に包まれたステージに、自分たちも一緒に熱狂していました。 過酷な状況の中で見せるプロ意識しかし、その輝かしいステージの裏には、想像を絶する過酷な状況がありました。サマーソニックは、真夏の野外フェス。灼熱の太陽が容赦なく照りつけ、気温は上昇し続けました。ステージに立つ平野翔は、汗だくになりながら、その暑さとの戦いを繰り広げていたのです。SNS には、そんな過酷な状況の中で、 懸命にパフォーマンスを続ける平野翔の姿に心を痛めるファンたちの声が続々と寄せられました。翔くん、あの暑さの中、本当にお疲れ様。汗だくで、顔も真っ赤になってる。見てるこっちが心配になるよ。翔くんが冷えたを張ってる写真を見て、本当に心配になった。あれだけ暑いと、体調管理が大変だろうな。ファンの心配は、決して杞有ではありませんでした。 平野翔は、イベント終了後に発熱し、体調不良に陥ってしまったのです。SNS に溢れる心配の声と、ファンの愛情。彼の体調不良を知ったファンたちは、SNS で心配の声を上げ、彼の回復を願いました。翔くん、大丈夫かな無理しないでね。翔くんの体調が心配で、寝られない。早く良くなってほしい。 翔くんが笑顔でステージに立てるように祈ってます。ファンの心配の声は平野翔に届いたのでしょうか。彼は自身のインスタグラムストーリーでファンへの感謝と体調不良について報告しました。サマーソニック、本当に最高に楽しかった。みんな、ありがとう。でも、暑すぎてちょっと体調崩しちゃった。今はゆっくり休んでます。 心配かけてごめんね。最後に、彼のファンたちに問いかけたい。あなたは、彼の健康とパフォーマンス、どちらをより大切に考えますか彼がこれからも笑顔でステージに立ち続けるために、私たちにできることは何でしょうか彼の未来を共に考え、彼を応援し続けるために、私たちは何をすべきかを、一緒に考えていきましょう。